はできてんな。軽くあしらってやろうぜ。バステをぶっ潰したんだ。王国聖騎士側は警戒を強めてるはずだ。一旦リオネスを離れてから死者の都の噂を集めよう。止まれ。おうおう、噂をすりゃ早速検問か。我々は王国騎士だ。おとなしく我々。どうもどうも、検問ご苦労さん。何やつ。我ら王国騎士にあだなそうとする者は容赦せん。わわわ、やべえよ。狙った相手には絶対背を向けず、しかもとんでもなく凶暴な怪。そろそろ本気出すか。見るから雑魚だ。肩鳴らしにはちょうだい。変なはよそでやってちょうだい。なんだあいつら。その調子よ。
勝負。片付けるか。ここが一番死者の都に近いって噂なんだよ。まずはキングと死者の都に関する情報集めだ。それ早速開店準備だ。団長も冗談きついぜ。こんなしけた村で何の情報が集まなわけね。やあ、バン。誰？お前。オイラが誰か、だって。オイラのことは思い出せなくても、自分の罪は覚えているだろう。昨日、自分の強欲を満たし、永遠の命を手に入れるために、命の泉の聖女を殺す。図星なんだね。だからお前は誰だっつうんじゃ、行くぜ。それじゃあ始めようか。こんなところで暴れるな。フェアバンブルビー、いけさあバンブルビー。誰かわからねえチビ。おーい、さ、お？キング。あれのどこがキングなんだ。もう、若干痩せたか。若干じゃねえし、それ以前の問題だ。僕たちキングを探してたんだ。また会えて嬉しいよ。男の子が空を運が勝負。あんたたちも死者の都に行きたいの？さっきの子も何度か聞いてきたんだ。死者の都にどうしても行きたいんだって。そんな偏僻なところにあるのか？ううん、すぐそばだよ。死者の都への入り口はこの集落にあるんだ。死者の都はお墓じゃなくて死んだ人たちが住む国なんだって。あの世ってことか。何にも変えがたい死者との思い出は隣のおじいちゃんがよく言ってました。ありがとよ。なんだ？そろそろさっさと出発すんぞ。
噂の真偽はとも。メリオダス様、お客様から食材を分けていただき。しっかり準備しとかねえと。片付けるか。入り口はここら辺らしいな。見てください。間違いない、死者の都だ。あの中の誰かの思いがここへの道を。待て、オイラから逃げられると思ってる？マジでキングなのか。そう言ったろ。うんじゃ遠慮なく。ぶうんじゃ行くぜ。それじゃあ始めようか。やるべきだ。うわっうわっ。よく君に小づかれたよね。その昔のお礼参りに俺たち。え？オイラだってできるならこんな気持ちでバンと再会。10年前、王国転覆疑惑で王と呼ばれ行くわっても戻って目にしたのは見る影もなく。7つの大罪で君と一緒にいた頃は特別気にしてなかった。なぜ人間の君が不死身なのかな。聖書を殺して飲んだ泉の力だ。てめえ、なぜ君が殺した聖書。エレインはオイラの妹だ。最後に懺悔の一言があるのなら聞いてあげるよ。ほんと似てねえわ。おい、聞いたか。ほら、例の噂だよ。実力は圧倒的。勝敗は明らか。確かめてみよっか。準備はいいですか。軽くあしらってやろうぜ。来たの。誰？はじめまして。聖騎士ギーラと申します。死んできました。今、死んできたって言った。つか、この姉ちゃん、やべえんじゃねえの。本気でやばい。フォーク、エリザベスを連れてできるだけ遠くに逃げるんだ。勝手乗れ。はい、どうかお二人ともご無事で。
それは無理でしょうね。さーて、やりますか。さあ、いつでもどうぞ。あっだ。少しは楽しめそう。どうだ。なるほど。さあ、二人とももっと頑張っ。おい、聞いたか？なぜ？話。準備はできてるな。何でも見えてるんじゃねえのか。その声は本当に。エレイン、バン、どうして来てくれたの。別に、一言言いに来ただけだ。いつか必ずお前を奪う。ありがとう。オイラにはわからない、なぜ君から何もかも奪ったあの男を。兄さん、彼はあなたが思うような人じゃない。これが伝説の騎士団。所詮伝説とは幻想に過ぎないのでしょうか。おいおい、何の真似だキング。見ればわかるだろ、助けに来たのさ。助けにね。そりゃどう、どういたしまして。団長とディアンヌのためだもん。そうだね、あとは君を思う妹のため。あなたの裏切りは想定内ではありませんが、やはり残念です。グリズリーシーン、その発言は想定外だね。オイラは花から王国聖騎士の仲間になったつもりはないよ。それじゃあ始めようか。さーて、やりますか。さあ、いつでもどうぞ。どうだ。気を抜くなよ。いけ。
きます。ラディアント、やばい、何やってんだ。行くよ、やっはやっはガーディアン、滞在グリズリー神のキングです。以後お見知りおきを。王女様とは知らず死者の都での非礼おい。そんなこと、あのそれよりそんなに緊張し、はあ、久々で肩凝った。よし、それじゃ出発するぞ。仲間、神器、聖騎士、欲しい情報は噂が飛び交っていそうな場所の情報を集めるとするか。おいキング、それを君に言われたくはないな。準備はできてる。なんだ。準備は冒険の基本だからね。しっかり準備しとかねえと。すればいいんだね。うん、いい感じだ。うん、いい感じだ。じゃあ出発しよっか。南の町を目指すには。
できてるな。厳しい戦いになりそうだ。すまねー、俺がヘマしたばっかりに。エリザベスが連れ去られた。俺には明日を生きる資格なんかねー。ブタ君、落ち着くんだ。まだエリザベス様がどうなったと決まったわけじゃないだろう。団長、ここはじっくりと作戦を。今すぐ助ける。貴様はまさかドラゴン神メリオダス。エリザベスを助けに来た。助けるだと？奪いに来たの町。さーて、やりますか。さあ、始めようか。どうだ。さっ、天下ならよそでやってくれ。どうしてよ、聖騎士様。信じられない。なぜ帰ろうぜ、エリザベス。みんな待ってる。何でも、七つの大罪と王女を追って、ヨネスから来た。災害、行商、最近は凶暴なモンスター。昔、かけてごめんなさい。怪我はねえよな。は、はい。ならいいさ。ベロニカ姉様はメリオダス様のことを。でもごめんなさい、ベロニカ。私はたとえ仕切ってるんだよ。しかもこれ以上ないほどに偉そうな態度だ。仕方ないよ団長、豚の帽子亭の先輩はフォークなんだし、序列から言えばバンの方が下だもん。おいおい、冗談きついぜ。
る気を見せようともしねえお前、俺が直接体で教えてやるぜ。俺様が相手してやるぜ。うんじゃ。させるよりも目の前のだく。じゃあ出発しようか。おい、ブタク。
いわゆる商人の町で、今日はその中で行われるイベントが、けん。さあ、年に一度のバイゼ。野蛮な祭りだな。ねえ、団。当然エントリーするよな。今日こそ白黒つけるか、バン。優勝賞金は金貨100枚。巨人の戦隊。とある渓谷で発見。これは。ディアンヌの木だよ。よーし、俺たちも出場するぞ。名前はば、まんまじゃまずい。それでは喧嘩祭り、メリオダフー対バーン。なんじゃま。おや。さーて、やりますか。うんじゃ、行くぜ。どっちから行く？やるじゃねえか。
れが七つの大罪なの。あいてててて待って、あの顔を見覚えが油断したぞ。どうだ、入手は確定したわけだし、僕のハートはもう団長に消えようなんて。やあメリオダフ、今夜もまた一緒に行けないことしよう。おっとメリオダフにリンクの、やっぱ締めは盛り上がんねえとな。ほらよ姉ちゃん、俺シャレーな。毎度あり。じゃあそろそろ行って、このやりますか。遠慮なく暴れるぞ。どうだ、ほらほら、どうだ、よっこっちだ、はあ、せやガラキネのボラッパーボーイだよ。ガッキロック、いっせやこ、人間技じゃねえな。無駄だよ。どうだ、どうや、まだまだヘビメタ、無駄だ。こいつら手配書の奴らに似てないか。そろ茶番はしまいだ。俺の正体は七つの大罪だ。このバイゼルはそっくり丸ごと俺たちがいた。あと1分以内にバイゼルから消え失せろ。俺たちが皆殺しにする。おいおい、あいつらどうしちゃったわ。とっとと失せろ。おい、あれソロ、もう来たか。メリオダス様は聖騎士たちが来ることに気づ、みんなを逃がすためあんなお芝居を。
お久しぶりです、メリオダス。先日の死者の都での件、はい、その復讐を兼ねて今日は参りました。復讐の間違いだろ。まあいいや、相手いいえ、もはや相手にはなりません。さーて、やりますか。さあ、いつでもどうぞ。チャンス！ホッホッケトーリア！ホッホッケテイ！じゃない、ホッキッタ！ヘイッチェイ！こちらから行きます。ホッホッケお助けない、こだわれ、セイクシー様！ホッケホッケ、まだまだ人間技だね。少しは楽しめそう。ヘイトーリア！どうだ、トーリア！聖騎士のような力を手に入れる者が現れたらしくてさ。例えばギーラ、彼女はつい先日まで聖騎士見習いだったと言ったら信じられるかい？あいつは新世代か。喧嘩祭りに出てたあの男の子。さあさあ、私の森だ。なかなか気になる噂だな。準備はいいかい？なんじゃ、出かけるぜ。ゆう、派手にやってくれるね。あ、お前にずっと会いたかった。って、お前どっかで会ったっけ？俺はジェリコ。貴様に恥ずかしめを受けたバステの聖騎士になれ。ああ、脱獄するときに俺がひんむいてやる。貴様の心臓を俺の名を刻みつけるために来た。やっぱ祭りはこうでなくっちゃな。うんじゃ、行くぜ。さあ、どっからでもかかってきな。やるじゃねえか。
バカだ。ちょっとこんな場所で暴れないで。勝てねえよ。ふざけるな。俺は自分の強さを証明してみせるんだ。いいぜジェリコ。分が悪い。ここは一旦引きましょう。七つの大罪がこれほどまでと迂闊でした。くそ、いつか必ず勝手にしな。畑を荒らす困ったもん。いくら正義確かめてみよう。準備はいい？気を引き締めていこう。くそ、このままおめおめと帰れるかよ。ジェリコ、七つの大罪の始末はあくまで任務のおまけ。それに最も注意すべき敵は。はい団長、みんな無事避難したみたいだよ。ジェリコ、こいつか。それじゃあ始めようか。さあどっからでもかかってきな。さあいつでもどうぞ。ファイトファイヤーフィールドファイヤー、こっちから行くよ。やるね。こっちから行くよ。ちょっと待て。
ねえか。七つの大罪と呼ばれるわ。間違えたか。もらった。無駄だよ。いけ。まさに超人だ。なかなかやるね。まだまだ。準備運動も終わったことだし、そろそろ。あれ？もうおしまい？やるな、キング。まだ死んじゃいないさ。彼女たちには聞きたいこともあるし、団長たちをよろしく頼むよ。さてと、君たちの本当の狙いは何かな。まあいいか、自分で確かめるよ。ああ、あとオイラの邪魔をしたら今度は仕留める。おめでたい人、その言葉をそっくりを。あなたたちは我々の前にか。そんな、お前はヘルブラム。この辺に7つの大罪が現れたらしいな。何でしょう。久しぶり、ハーレークイーン。いや、今はキングだっけ。ヘルブラム卿、私たちも火星。いや、結構結構。チミラは例の目的物の回収に行ってちょうだ。はっ。さて、どうした。なぜ生きている。ヘルブラム、本気でオイラを一人で足止めできると思うのか。仁義のこと甘く見るなよ、今思ったろ。だから何。それじゃあ始めようか。さて、暴れちゃおっかに。
かすんじゃねえ。聖騎士さん、面白い。なぜこんなに面白い。ガーディアン、信じられない。エイガーディアン、しまった。本物の7つの大罪。一応やる気はあるんじゃないの。さあ、もっと祭りを楽しもうじゃないか、古きと。もうお前との喧嘩どころじゃなく、この魔力。聖騎士同士が争う噂を聞いたよ。おい、リタちゃん、バイゼン、無事だろうか。その姿、いや、実に嬉しい誤算だよ。後付けで魔人の血を取り込んだ新世代の連中とはまるで物が違う。ちょっち、ため。さて、暴れちゃおっかに。はい。まさか魔力が上昇している。仕方ない、私が少し加速。一瞬どう、しかし
の暴走状態を一撃通る。七つの大罪もこれでめでたく全滅。あとは剣メリオダスに王女を連れ帰ればなんだ。サーペント神のディアンヌ、お前がやったのか。撤退しろ、ヘルブラン。でもメリオダスと王女の回収は即時撤退だ。おっす、ディアンヌ。団長、メリオダス様、よかった。んなことやか、団長。剣はどうした？取られちまったな。大切なものじゃなかったんですか？全然よくねえよ。事態は深刻だ。でも エリザベス、お前が無事ならそれでいい。さて、そろそろ出発するか。また明日から通常営業。残る仲間と神器探しの旅だ。団長遅いね。すっげー獲物捕まえてんのかもな。メリオダス様。おい、すまんが空いとるか。いらっしゃいませ。それにしても驚いたわい。端正な顔立ち、柔らかな声もよう似てる。ゲインさんの娘さんですか？リズは相性でな。名前は王女様と同じエリザベス。メリオダスの恋人じゃった。この剣は？リズがかつてメリオダスに送ったものじゃ。メリオダスがまともな剣を持たん理由を知って。強すぎるんじゃよ。奴と本気で剣を交えて無事じゃった者はおらん。だから剣を持たん。それでわしが代わりにずっと預かっておる。待たせたな。それメリオダス様、この剣を。ゲイン様から託されました。メリオダス様、リズさんはメリオダス様に戦ってほしかったんじゃありません。あなたに生きてほしかった。私も同じです。人々のために戦うあなたのためなら、そのための罪なら私も一緒に背負います。ああ、ありがとうな、エリザベ。行こうぜ。ここからは死闘だ。